コールデフュージョンはソフトウェア全般の開発に使われるアプリケーションフレームワークでありアプリケーションサーバーである。ウェブサイト開発フレームワークという意味では ASP、NET や j a カ a r t a e e などの製品と同等である。コールデフュージョンの第一の機能はそのマークアップ言語コールデフュージョンマークアップランゲージでありスクリプト言語 CFS クリプトと一緒に使われる。CFML は 文法的には HTML に似ており、JSP、C、PHP に被験する。コールデフュージョンと CFML は同一視されることが多いが、コールデフュージョン以外にも CFML を採用したアプリケーションサーバーは存在する。コールデフュージョンは CFS クリプト以外のプログラミング言語もサポートしている。元々の開発会社はアライアだが、 2001年にマクロメディアに買収され、2005年にはマクロメディアごとアドビシステムズに買収された。コールデフュージョンはデータ駆動型のウェブサイトやイントラネットに使われることが多い。あるいはジャカルタ EE の上位層としてコールデフュージョンを活用したり、サービス指向アーキテクチャのミドルウェアとして活用したり、ソープやレストフルなウェブサービス生成。 フラッシュリモーティングといった使い方がある。コールデフュージョンは他にも次のような付加価値サービスを提供する。1995年、JJ アライアという個人がほぼ一人で開発した最初のコールデフュージョンがリリースされた。非常に基本的なシステムであり、データベースアクセス以上の機能はほとんど備わっていなかった。バージョン3.1から サンマイクロシステムズのソラリスにコールデフュージョンを移植した。合わせて洗いや褒めしてをベースとしたコールデフュージョン専用開発エディタとしてコールデフュージョンスタジオをリリースし、HTML シンタックスチェックとライブページプレビュー、デバッギング機能を実装した。このバージョンより日本語版がリリースされる。また、それまで製品名がコールドフュージョンだったのを コールでフュージョンに変更した。このバージョンからエンタープライズレベルのデータベースへのネイティブ接続やロードバランシングなどより大規模な Web アプリケーションの動作に向けたエンタープライズ版が投入された。バージョン4.5では Java オブジェクトの呼び出しや OS のシステムコマンドの実行、Java EE サーバとの連携を行う機能が実装された。また、 コールデフュージョンサーバー 4.54Linux 英語版が新たにリリース。Linux 用は英語版のみの提供だったが、日本語に対応しないタグ、関数を補うカスタムタグ集、CF タグパック L がリリースされ、コールデフュージョンサーバー 4.54Linux 英語版とバンドルされる形で国内向けにリリースされた。開発は株式会社 Y3、 2001年1月16日、アライアはマクロメディアとの合併を発表した。マクロメディアとの合併後も製品開発を続け、マクロメディアから最初のリリースとなるコールデフュージョン5.0を2001年6月に発売した。このバージョンまでのコールデフュージョンはマイクロソフトビジュアル C を使って書かれていたため、特定の OS ごとに コーディングが行われた最後のバージョンでもある。バージョン5では、ユーザー定義関数やクエリ結果に対する、クエリ、グラフ機能などの新機能が追加されたほか、メモリ管理の最適化や、マルチプロセスサポートなどパフォーマンスの向上も行われた。2000年になる前に、アライアは、コールデフュージョンを Java で書き直すプロジェクトを開始。後にこのプロジェクトは、 コールデフュージョンサーバーを完全に Java を使用する形にリファクタリングされることが明らかになった。コールデフュージョンが Java ランタイム環境の内部で実行されることにより、プラットフォームごとの移植性が容易になり、サポート OS が格段に広がるとともにセキュリティも向上した。2002年6月にマクロメディアはバージョン6.0をリリースした。 マクロメディアの製品名の体系に合わせて、マクロメディアコールデフュージョン MX としてリリースされた JavaE ベースの製品の最初のバージョンであり JSP や ASP、ネットのようにバイトコードにコンパイルされるようになった。JSP のようにクラスファイルにコンパイルされるとそれがキャッシュされソースが変更されるまで保持される。マクロメディアフラッシュとも連携できるよう設計されていた。 コールデフュージョン MX のリリースとともに CFML もオブジェクト指向プログラミングをサポートするよう拡張された。タグベースの CFML 文法とは別に CFS クリプトと呼ばれる JavaScript 風の埋め込み型スクリプト言語もサポートしている。2003年8月にはコールデフュージョン MX のメンテナンスアップグレードの位置づけとして コールデフュージョン MX6.1 がリリース。2005年2月7日、コールデフュージョン7.0がリリースされた。CFMX7 は、マクロメディアフレックス1.5のエンジンを内包し、フラッシュベースのフォームが出力できるようになった。また、既存の HTML ベースのフォームの機能拡張、および、ズフォームズのサポートなど、ウェブフォーム機能が充実した。また、 フリーのレポートツールである、レポートビルダーも提供され、Adobe PDF、フラッシュペーパーなどの出力に対応した。また、任意の HTML ページを PDF 形式に変換して、高品質な印刷可能文書にする機能もある。エンタープライズ版では、ゲートウェイズ機能も追加された。これにより、HTTP 以外のサービス要求も扱えるようになった。 XML サポートも強化され、このバージョンではネイティブスキーマのチェックなどが行える。後にリリースされた c ー l デフ Fusion MX7.0 には Adobe Flex2 との連携を行うための機能が備わっている。2007年7月30日に Adobe Systems は c ー l デフ Fusion 8をリリースした。事前に公開されたベータ版では アドビの予想である5000名を超える世界中の14000名以上のデベロッパーがベータテストを行った。この頃のコールデフュージョンの開発チームはニュートン、ボストン、バンガーロール、インドのマッサチューセッツ州といくつかのオフショアから成り立っていた。新機能の一部にはアドビアクロバットフォームとの統合を行える CFPDF フ,フォームタグ画像操作機能。 ネットフレームワークとの連携、およびアドビアクロバットコネクトでも用いられている、ウェブベースのプレゼンテーション機能である、CF プレゼンテーションタグなどがある。加えて、エンタープライズ版には、c ール e フ Fusion サーバー内部の監視を行う、サーバーモニター機能が追加された。c ール e フ Fusion8 は、Linux、MacOS 10および Windows サーバーに0 0を、 はじめとした複数のオペレーティングシステムをサポートしている。その他のコールデフュージョン8新機能としては、ビルトイン AJAX ウィジェット、ファイルのアーカイブ操作、マイクロソフトエクスチェンジサーバ統合、画像認証で用いられる、キャプチャの生成、ページ処理中に別のスレッドをマルチで生成、ATOM と RSS フィードの読み込み、従来の機能も拡張され、 強力な暗号化ライブラリー、配列及び構造体の改良、データベースドライバの改善、MX7 と比較しての大規模なパフォーマンスの向上、PDF 操作及びマージ機能、インタラクティブなデバッグ機能、組み込みデータベースのアパッチダービーのサポート、さらには一部のタグ、関数については、ECMS クリプト準拠の記述にも対応した。また、 コールデフュージョンアプリケーションの開発のためのいくつかの開発ツールにも対応した。主に Adobe Dreamweaver CS4、マクロメディア褒めして5、X、クフエクリプス、エクリプスなどである。一部のエディタでは、コールデフュージョン8で追加されたタグ関数をサポートするためにアップデータが提供された。コールデフュージョン9は2009年10月5日にリリースされた。 CF9 の新機能は次の通りである。コールデフュージョン9.0には2012年6月1日にリリースされた。コールデフュージョン9.0にはフルインストーラーのみの提供であり、コールデフュージョン9.0、0や9.0、1からのアップデータモジュールは提供されていない。 コールデフュージョン9.02はコールデフュージョン9.01に累積ホットフィックスと2012年6月までに公開されたセキュリティホットフィックスが含まれたものであるが全文検索エンジンのベリティは含まれていない。またコールデフュージョン9.02の公開に伴いコールデフュージョン9.00の公開は終了した。コールデフュージョン10は アドビマックス2010で開発中であることが確認された。次期コールデフュージョンバージョンはブログやツイッターなどでコールデフュージョン X とも呼ばれ、当時のコールデフュージョンプロダクトマネージャーであるアダン・レーミンによって、米国内の顧客や開発者、ユーザーグループなどと数え切れないほどのミーティングを設定し、次期バージョンに追加する機能などの青写真を策定した。 2010年9月に、Adobe の経営上層部による完全なサポートと、承認を与えられた。Adobe Max 2011にて、次期コールデフュージョンバージョン、ゼウスに関するセッションが行われ、2012年2月16日に、コールデフュージョン10のベータ版が公開され、2012年5月15日に、コールデフュージョン10インターナショナルイングリッシュ版、日本語版が、 同時リリースされた。コールデフュージョン1 0の新機能は次の通りである。なお、2013年3月6日に Windows 8、Windows Server 2012S8 をサポートする新しいコールデフュージョン1 0インストーラーが公開された。新しいインストーラーは Adobe のコールデフュージョン1 0製品ページより体験版をダウンロードすることで入手できる。 コールデフュージョン11は次期コールデフュージョンバージョンとして2013年10月24日25日にアメリカのラスベガスで開催されたコールデフュージョンサミット2013の中で正式に発表が行われ新機能に関する情報が数多く紹介された国内では2013年12月10日に東京で開催された コールデフュージョンデー2013イベントで紹介された。2014年2月20日にコールデフュージョンスプレンダーのパブリックベータ版が公開され、2014年4月29日にコールデフュージョン11のリリースがアナウンスされた。コールデフュージョン11の新機能は次の通りである。なお、2014年12月11日に、 同梱の JRE を1.7から1.8に変更し、最新のアップデート3も含む新しいコールデフュージョン11インストーラーが公開された。ただし、このインストーラーを利用した際、インストール時に日本語ロケールを認識できずに、英語版としてインストールされてしまう問題と、J2E セッション変数を有効にした。 再の問題が確認されたため、2015年1月21日に修正版の新インストーラーが公開された。該当ユーザーは製品版、または体験版を再ダウンロードすることで新しいインストーラーを入手できる。コールデフュージョン2016は2015年にコードネームライジンとして発表され、2015年11月9日10日に ラスベガスで開催されたコールデフュージョンサミット2015で新機能に関する情報が数多く紹介された。その後、日本でも2015年11月20日に東京で開催されたコールデフュージョンデー2015イベントでも紹介された。日本時間2016年2月16日の夜にメーカーの公式ブログで コールデフュージョン2016のリリースに関する投稿が行われ、同日深夜に、米国アドビシステムズ社のニュースリリースで発表された。翌17日に、日本での販売が開始された。コールデフュージョン2016の新機能は次の通り2016年12月14日に、最新のアップデート3を含み、 同梱のサーバー JRE1.8-0112 にリビジョンアップした新しいコールデフュージョン2016インストーラーが公開された。このインストーラーにはエンタープライズ版で利用可能な API マネージャーのインストーラーと古いライブラリーは同梱されなくなり必要に応じて別途ダウンロードを行う必要がある。2017年4月28日に Windows Server 2016をサポートする新しい Call e Fusion 2016インストーラーが公開された。このインストーラーは、上記と同様にアップデート3を含み、エンタープライズ版で利用可能な API マネージャーのインストーラーと、古いライブラリーは同梱されなくなっている。Adobe Call e Fusion Builder は、Eclipse ベースの総合開発環境であり、 コールデフュージョンアプリケーションを構築するための開発エディタである。開発時のコードネームはボルト。コールデフュージョンビルダーは2010年3月22日に Adobe Flash Builder 4と共に発売が開始された。主な機能、コールデフュージョンビルダーはアドビマックス2.0は Adobe Max 2010で発表された。主な機能としてコードナビゲーションの改良、検索機能の強化、 コードフォーマットの改良など、2011年5月3日にリリースされた。新機能、コールデフュージョンビルダー2.0アップデータ1は、コールデフュージョン10のリリースと同日の2012年5月16日に発表と同時に発売が開始された。主な強化として、コールデフュージョンビルダー3は、次期コールデフュージョンスプレンダーのパブリックベータ版と同時に公開された。 コールデフュージョン専用エディタサンドールである。今回のバージョンでは、コールデフュージョン11の新機能であるモバイル、開発機能向けの機能強化が行われており、デバッグやリモートテスト機能のほかフォンギャップビルドと連携して、モバイルアプリ向けのパッケージの作成の操作を行うことができる。コールデフュージョンビルダー2016は、コールデフュージョン2016と同日に、 リリースされたコールデフュージョン専用の ID である。コールデフュージョン2016で追加されたタグ関数のシンタックスに対応したほか、コールデフュージョン2016エンタープライズエディションと連携することでコードレベルでのセキュリティ安全性のチェックを行うことができる。コールデフュージョンはウェブ技術の業界標準に基づいた独自技術に発している。 しかし、CFML をサポートする他の製品もあるため、それほど閉じた技術にはなっていない。代表的な製品としては、ルーチ、ライロ、オープンブド、ブルードラゴンなどがある。コールデフュージョンは、ある意味で、ジャカルタ EE や、ネットよりもプラットフォーム依存性が低いとも言われる。なぜなら、CFML は、ネットのサーバー上でも動作するし、 ジャカルタ EE サーバ上でも動作する。理論上、コールデフュージョンアプリケーションは変更なしでジャカルタ EE サーバからネットサーバに移行できる。これら代替サーバ環境はコールデフュージョンの最新の機能をサポートするには時間がかかることに注意されたい。http blogs.colldefusion.com post, cfm, installers for call defusion-2016, release and call defusion builder-2016, release refresh.http://www.tophosts.com スラッシュアーティクルズスラッシュ 3 0 1 6 h t m l h t t p ロンススララッッシシュュ w w w j a g a t o r j p s ッシュストーリーメモビューアスプストリードイコール 3284, 八十四コールデフュージョン s.10th birthday party, h t t p w w w l e r k i n a f o b i a c o m p o s cfm, ザモダンエージェン age of call the ハットアドビローンチズフラッシュビルダー四 http コロンスラッシュスラッシュ bloges。アドベドットコムスラッシュ cfbuider。スラッシュ二零一一スラッシュ零五スラッシュモダッシュ。available ダッシュ e。二パーセント、八十パーセント、九十三。アドベコールデフュージョンビルダー。マイナス二 html。ありがとうございます。